おさふね駅は、岡山県瀬戸内市おさふね町福岡にある、西日本旅客鉄道和光線の駅である。駅番号は、JRN09。番州和光川より望む岡山川より望む、相対式2面2線のホームを持ちコンクリート製の、駅舎を有する、行き違い可能な地上駅。両方のホームに、待合スペースがある。駅舎は、下りホームのよりにあり、 上りホームへは、湖泉橋でつながっている。東岡山駅が管理し、JR 西日本中国交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅であり、緑の窓口も設置されている。ただし、一部時間帯は、無人となる。自動改札機は、簡易式のものが設置されており、校舎客の普通乗車券は、駅係員が、収札するの場合は、車内生産となる。 かつて移行か及びその相互利用対象 IC カードが利用可能なのは当駅から岡山方面に限定されており、当駅から晩州阿古方面への利用はできなかったが、2018年9月15日の移行かエリア拡大により利用可能となった。駅スタンプは、東県のふるさと備前をさふね、やや広い、開けた土地であり、住宅団地がある。また、ロードサイドに、 商店等がある。駅前には、タクシーの待合がある。1日の平均乗車時には、以下の通りである。朝と夕方の時間帯は、日生、晩州は後方面が1時間あたり1本、最大時、岡山方面が1時間あたり2本が設定されている。日中時間帯は両方向とも1時間に1本で、ある。ありがとうございます。